こんにちは、まさに6494です。今回は108回薬剤師国家試験攻略メソッドの108回薬剤師国家試験に100%合格保証をした教え子の皆さんの紹介ですね、をしていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はじめまして、108回薬剤師国家試験を受ける予定のものです。 107回の薬剤師国家試験であと2点というところで不合格となりました。今回、薬剤師国家試験攻略メソッドというものを知り、ぜひマサさんの教え子として勉強していきたいなと思い連絡させていただきました。こんにちは、DM 失礼いたします。薬剤師国家試験対策の動画を見て応募しようか悩んでおりました。 自106、107 10回と受けたのですが、今回は薬ゼミに通っていたにもかかわらず、点数が1点下がってしまいました。いろいろ自分なりに考えた結果、今年はレックに通うつもりで予備校を利用しつつ、マサさんにサポートしていただくことは可能でしょうか。ご連絡ありがとうございます。108回の受験の申し込みをお願いいたします。よろしくお願いします。 まささの教え子としての申し込みですと DM 失礼いたしますまだ募集されていらっしゃいますか108回薬剤師国家試験を働きながら受験するものなのですがよろしければご指導のほどお願いしていただきたいと思い連絡させていただきましたよろしくお願いいたします108回を受ける現役生です107回の合格発表の朝ですが合格させる重圧 も見て自分自身に合格を誓う意味でも書いています YouTube を見て数日連絡を迷っていたのですが医学部浪人と薬学部3年次留年をしている中実習で病院薬剤師になりたいと思えたので必ず1回で国試合格したく連絡しましたよろしくお願いいたします107回の国試を受験しましたが残念ながら合格できず 108回の国試での合格を目指しております。YouTube でマッサんの動画を視聴し、チャンネル登録と Twitter のフォローをさせていただきました。教え子の申し込みをさせていただきたくメッセージを送らせていただきました。DM 失礼します。104回から107回まで不合格で、107回で初めて足切りになってしまい、 108回本当に自分が再受験して合格できるのかかなり不安です今回マスさんの YouTube 初めて拝見しましたもっと早く知られたらよかったのですが Twitter 自体やってなかったのでこのまま就職するにしても不安ですし108回受験もかなり悩んでいますすごく返信しにくい DM かもしれませんが今まで自分の人生でこんなに悩んだことないくらい悩んでいます 年齢も今年で30になるので勉強方法は途中で自分のやっていることに自信がなくなり青本を読んだり青本を解いたりなど自分の勉強方法に自信を持ってこれだと固定することができませんでした106課に関しては一点差で落ちアドバンテージがあるからという理由でバイトをし9月から勉強を始めて今回のような結果でした 夜分遅くに失礼します。教え子申し込みに申し込みしたいと思っております。Twitter フォロー、YouTube チャンネル登録はしています。夜分遅くにすみません。質問がありまして連絡させていただきました。107回の国家試験で自己採点が191点で落ちてしまいました。金銭的な問題で薬ゼミに通うのではなく、薬ゼミオンラインを利用して勉強しようと考えています。 自己流に勉強してこの点数だったので、果たしてオンライン授業で今度こそ合格できるか不安です。それか9月からのエクゼミに通うことも考えています。どうしてもお金がかかることなので、とても悩んでいます。長文失礼いたしました。質問に答えていただけると嬉しいです。突然の DM すみません。2月20日にアップされた動画を見ました。 今回自己採点の結果210点だったので正直厳しいかなと思っています。YouTube 上では過去にメソッドを受講された方は100%合格しているというのをお聞きしました。本気で合格したいという気持ちはあります。メソッドの内容などどういうもので、どのように進めていくのかを教えていただきたいです。 いきなり DM 失礼いたします。次の薬剤師国家試験合格したいです。教えてください。はじめまして、YouTube から来ました。107回を受験して失敗したものです。108回に向けて社会人を8月の末まで、9月以降は勉強のみでしていく予定です。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 ぜひお願いしていただきたいですが手続きはあるのでしょうかはじめましてこんにちは動画見させてもらいました薬剤師国家試験不合格で今就活して社会人で薬剤師目指すかバイトして登録販売者取りつつ目指そうとも考えています国士に受かりたいと思っているのでどういう勉強法がいいか教えてもらえませんか いきなりご連絡してすみません。107回の薬剤師国家試験に本来受験予定でした。が、当日、肺炎とコロナの疑いによりドクターストップとなってしまい、108回の受験となりました。動画の内容を見て不安に感じ、連絡させていただきました。はじめまして、横浜薬科大学5年のものです。108回薬剤師国家試験を受験予定ですが、勉強スケジュールをどのように立てていけばいいかわかりません。 マサさんのお力をお貸しいただけないでしょうか。はじめまして、こんにちは。107回を受験して落ちたものです。マサさんの Twitter や YouTube を拝見させていただき、108回攻略メソッドが気になり、ご連絡させていただきました。教え子の申し込みぜひお願いしたいです。突然の DM 失礼いたします。 YouTube で見ました。私は105回、106回薬剤師国家試験に落ちてしまい、今回の107回も自信がありません。今回は仕事をしながら勉強をしていたのですが、もし107回がダメだった場合に仕事をしながら108回に受かるためのスケジュールを教えていただきたいです。本気で頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。いきなりの DM 失礼します。僕は薬学部6年の者のです。 しかし、卒試で失敗してしまい、空き卒が確定してしまいました。僕が今回ご連絡したのは、108回に告示を受けるため合格したくご連絡させていただきました。卒死で失敗し、国示前に留年が決まってしまい、正直自分でも情けなく思っています。しかし、結果が全てであり、今の自分がすべきことは同じ失敗をしないようにするしかないと思い、今回ご連絡させていただきました。 簡単にはなりますが、僕自身の今までの成績は6年まで追試は少しありましたが、フルターンストレートで上がってきました。統一もし1では B、2では C 評価を取り、研究室の先生からはお前なら大丈夫と言われてきました。しかし、土俵にすら上,げ上がれませんでした。とても悔しい気持ちがいっぱいです。なので今年こそは絶対に受かりたいです。お力添えをお願いします。 僕は近い薬剤師国家試験教え子の企画に申し込みたくメールさせていただきました。自己紹介させていただきますと、情けない話ですが、今年で31歳になる無職男、実家住まいです。大学は平成28年の9月末、卒業となります。3年前ほどドラッグストアの登録販売者の正社員を少しだけしていたことがありますが、人間関係悪化で辞めてしまいました。現在、完全フリーです。 一昨年から家ではなく自習室で勉強しています。107回は総合で345問中195点でした。初めて受験者102回は10 345問中172点だったので、点数は一応伸びてますが、この調子だと合格するのは36歳あたりかとも思います。ちなみに試験本番では今まで全て必須落ちです。だいたい57から62あたりをさまよっています。 予備校は薬ゼミに1年だけ通ったことがありますが、特に成績は伸びませんでした。現在はメルカリ等で集めた過去の模試、最新より一つ古い本の青本を用いて勉強しています。他にもいろいろ情報がありますが、それはメールのご返信が来てからということで、ご連絡をお待ちしています。申し込みしたいです。よろしくお願いします。ということで、すべてのあげることが あの、ちょっとできなくて、まあ、今の時点で、あの動画の内容的には10分超えてしまっているので、あの、すべてをちょっと上げることができなくて申し訳ないのですが、あの、本当にすべてを上げてしまうと、あの、かなりの時間を要するということで、あの、一部の、あの、募集の申し込みを、あの、アップさせていただきました。で、えー、まあ、 個人的にあの私から言いたいことは、まあ、募集していただいてありがとうございます。あの信頼していただいてあの、連絡をしていただいた皆様なので、まあ、すごくあ,のありがたいなという気持ちがすごくいっぱいですね。あのまあ、信頼しなければこういった連絡しないですし、まあ、その信頼していただいたものを、まあ、お返しするのがあの私自身の あの仕事というか思いなので、まあ、結果として1 0いすべての,あの募集してきた皆さんを合格させるための、えー、努力というものはあのしていくつもりでいるので、まあ、皆様はあのその気持ち107回で落ちてしまった時の悔しい気持ちそして その悔しい気持ちを二度とぶり返さないように努力してやっていってほしいなとで108回あの余裕を持って受かっていただいて、まあ、そして、えーまあ、今まであの大変だった思いとか気持ちとかを、まあ、今後それで晴らしていただいてで、まあ、充実する、まあ、人生を歩んでいってほしいなと思っております。 なので、えー、私は、あのーまあ、本気でやらせていただくので、皆さんもまあ本気でまあそれに応えていただいて勉強して合格を勝ち取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は108回薬剤師国家試験攻略メソッドの108回薬剤師国家試験に えー、教え子として100%合格保証をするための募集をしていただいた皆様の紹介動画でしたそれではご視聴ありがとうございます薬剤師国家試験攻略メソッドは以上で運営させていただいていますそのため皆様のご協力が必要になってきます MASA46494 の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。